I tasted everything, but my most favorite one is this one. Yeah, the smell is super nice. Okay, today I will introduce three kinds of sake. One is my most favorite one. It's the sweet one. Ota-san, why this one is so special, this one?はい、こちらのお酒はですね、舞姫酒造さんというあの長野県の諏訪湖のところにある酒蔵が作ってますけども、そこの酒蔵の会員様限定販売のお酒です。はい、Why can you get? あ、私のお友達がそこ のメンバーになってますので、そこから買わせていただいております。Oh, this one is a Kiru, a super beautiful bottle and super super nice guy. So, Ota-san, これも very special sake is it? はい、そうですね。こちらはですね、山形県にあります小屋酒造さんっていう、創業1593年ですから、歴史的にもう420何年経ってる東北地方で一番古い酒蔵さんのお酒です。 This one also is very difficult to get here, is it? はい、こちらのお酒もですね、今の26代目の当主の方の幼馴染と私が友達関係で、それで買わせていただいてます。 Wow!This one is kangiku, but only seasonal limited one, summer dry. This one is very unique sake and it's latest trend. So, Ota-san, why this one is so unique and what kind of taste?こちらのお酒はですね、お酒を瓶に詰めてから、火入れ殺菌しているお酒で、発酵の最後に残った二酸化炭素の炭酸ガスが少し残ってまして、味もですね、白ワインのような味でのちょっと日本酒とは違う感じの大変美味しいお酒です。だからワイングラスでぜひお飲みください。 This one is 純米大吟醸、はい、This one is 大吟醸、はい、Then this one is 純米吟醸、はい、So what is different?そうですね、日本酒にはいろいろな種類がございまして、その説明を今からしたいと思いますが、まずは飲んでみてください。はい。わー、きれい。 It's beautiful. わー、きれい。きれい。はい、どうぞ。 Smell is sweet. Very sweet smell. Not alcohol smell. Yes.うん、美味しい。美味しい。Super sweet. It's like rice. I can feel rice. Smell is fruity, side smell, and smooth to drink also. Yes, smooth. What kind of food is match for this sake? Of course, any Japanese food good for this sake. But sweet taste is good for some tea also nice, and then nuts also nice. Normally, before eating and after eating also good drinking this sake.So this is 純米大吟醸。 What is the 純米大吟醸？はい、まず純米酒と、純米でないお酒と2種類に分かります。はい、原料のお米を何パーセント磨くかによって大吟醸、吟醸、純米酒、醸造酒というそれぞれ違うカテゴリーに分かります。うん、磨くとどうなるんですかね。お米の外側の部分が、タンパク質とかビタミンとか、そういったものが多く含まれてるんですけど、磨けば磨くほどそういったものがお米に残ってなくて、フルーティーなお酒ができます。元の、お米を、100としたら、磨いて 39% まで小さくなったものを磨き39と言います。残りの 61% は使わない。使わないんです。外側の方が雑味とかがちょっと多いっていうふうにはよく言われてるんですけど、きれいな味ですよね。スモースなきれいな味がする。キル、This one is 大吟醸。ボトル is super beautiful. わあ、Smell is a bit more fruity, sweet but sharp. But touching it to your mouth, tongue is very soft, smooth like silk. A silk, yes. 純米大吟醸と大吟醸の違いは、純米大吟醸のお酒に、醸造用アルコールというのを少しだけ加えて、そうすることによってさらに吟醸の香りが引き立つ、またお酒がシャープになる。そこの蔵が作りたい味のお酒 に持っていくために醸造用のアルコールを少しブレンドしています。シングルモルトは1種類のお酒、ウイスキーだけですけど、ブレンドウイスキーはいろいろなウイスキーをブレンドすることによって、さらに美味しいウイスキーを作っていると。だからこれも一種 その、ブレンドと考えていただいたらいいです。美味しくするためのブレンドですね。It depends on the brewery policy that what they want. So that's why we cannot say my daiginjo is best. That which one is best? Many people think want to
get the junmai mm-hmm. because I run the restaurant in Singapore. Mm-hmm. So many customers request me the junmai. Mm-hmm. Of course, junmai also nice, but yeah, somebody I think misunderstand. Mm-hmm. Only junmai is nice. Right. こちらはですね、磨き35ですので、ね、元のお米を 35% まで小さく磨いたお米を使っております。Mm-hmm. アルコール度数が 17%。一般的には 15-16% が多いですから 17% はちょっと高い方ですね、うん、でもそんなにきつく感じない、うん、きつくは感じない、うん、はい、甘菊、サマードライ、これは純米吟醸、はい、純米吟醸はお米の、磨きが、60% 大吟醸と比べるとあの磨きは、抑えてます。だってあの磨けば磨くほどいいってわけではないんですよ。うん、こちらのお酒の特徴はですね、室化って言いまして、お酒を作った後にあのフィルターを通してないです。生のお酒をそのまま瓶に詰めてます。発酵の最後の、二酸化炭素、炭酸ガスですね、それが少し残ってます。ナチュラルなんですね、ですね、後から入れたわけじゃなくて、うん、ナチュラルなスパークリング、うんうん、見た目本当シャンパンに見えるぐらい、ね、そうですね。It's not like Japanese sake. Like a wine, but of course can smell the rice smell. フルーティーなんですけども、やっぱりこうフルーティーさもありながら、こう酸味が結構全面的には出てくるんで、うん、多分中華料理とかにもすごく合うと思います。ありますね。うん、あとシーフードとか、ね、シーフードとか、うん、日本酒の独特の嫌さっていうのはなくて、本当にこう初めて日本酒飲む人でも飲めるような、ね、ワイン普段飲まれててこれ飲めるっていう人もいっぱいいるんで、お酒のビギナーの方はぜひ一度飲んでみてもらいたいお酒ですね。冷やしてチルドで飲んでます。そうですね、yeah, Thank you so much. Today I was together with 太田さん。はい。See you. Bye.